1曲目 Silent Melodies、 Silent Melodies ですね。これはアルバムのタイトルトラックにもなってますね。個人的にはすごく好きな曲です。これですね、 Silent Melodies、まあ、特に歌詞が、お気に入りです。何度も書き直したんだけど、結構こだわっていて、その世界観に、でもまあ最終的にはすごくいい感じにはね、いい世界観が出せたんじゃないかなと思います。まあ、どういう場面で書いた、どういうことを想像しながら作ったかっていうと、まあその最初は海大好きなんですよね。しかも真夜中の海、海がね、その地平線はどこでね終わるのか、そしてそれはどこで始まるのかっていう意味の、今結構ね、いや深かったりというか曖昧だったりするんで、そのこういう意味ですっていうのはなかなかその説明はできないんだけど、まあ一つはその音のない世界を想像してしまうとね、まあそれはどんな世界なんだろうなっていうのがね、すっごく怖くなったんだよな。音がなくなった瞬間、つまりその、まあ例えば、まあ、音楽のない世界って想像できますか？なんか今はね、もう良くも悪くも当たり前になってきてしまっていて、もう音楽の素晴らしさがどんどんその薄れてきてるような気もちょっとしますね。まあ BGM としていつも流れてる当たり前のような存在だけど、でも結局その音を作り手としては、そのこのすごいこだわったりして、このね展開とか、そのストーリー性だったり、その音の厚みとかをものすごく細かくこだわりながら作ってるのに、それ結局まあ普通の BGM として聞き流されたりすると、なんかすごく残念なことになってるんじゃないかなと思って、誰か音を鳴らして、誰か歌を歌って、誰か光放って、誰か音を鳴らしてっていう、その最後のもう何でもいいから、そのやっぱりその音、音楽が大事な人生だなと思って書いてる曲ですね。あとこの曲のすごく大変なことが、まあこのアルバム、まあ、2011年2月に出したんだけど、もう震災の直前だったんですよね。でこの中のサイレントメロディーズのサビの部分に、まあ、無音の海、津波が迫ってくる、だから誰かお願いみたいな、その津波のイメージを、これ震災の前に作った、かなり前に作ったんだけど、もうアルバム出して、その震災があってね、でツアー回って、この曲は正直歌っちゃダメってみんなに言われたんだよね。もうそのそれが無礼っていうか、そのね、あんな大変な出来事、大変な震災もあって、いろんなね辛い思い出をねした家族だったり人だったり、まあ、いっぱいいる中で、その堂々と津波が迫ってくるとかっていう歌を歌っちゃいけないって言われて、でも結局暗い世の中、日本になって、まあ、いいことを言いますと、その音楽はやっぱりそのみんなが必要としているもの、その幸せだったり、ね、その共感を呼んだり、そういう力には音楽にすごくあって、だからこそこういう歌が大事なんじゃないかな。その無音の海、津波が迫ってくる、だから誰かお願い、誰か音を鳴らして、誰か歌を歌って、誰か光放って、誰か音を鳴らして。曲の最後にあるんだけど、聴いてください、Silent Melodies。